ブル C 浦和 VS マンシーで一番観客が沸いた瞬間がこちら。ハーランドのサービスショットには客席。ハーランドと出口で沸いたのが一番面白かった。浦和対しての総評としてはハーランドが可愛かった。間に座ってるのに毒のファンサタイムなかったんだよ。並んでるんだから映したれよ。ハーランドのドアップにっこり顔は笑った。近いのよ。ハーランドとデブライネ映されるだけで歓声上がるの。草アイドルかよ。デブライネがカメラで抜かれた時だるい感じがひしひしと伝わってきた。ハーランドとデブライネが抜かれて湧く感じ、インテル ×PSG でネイマールが抜かれた時と同じ感じがして懐かしい。15年前、同じようなことをした後、ガンバに点を取られてめちゃくちゃ不機嫌になったロナウドという選手がいてだね。浦和は本気で勝ちに行ってたやろうけど、シティ側は高揚って感じがしたな。ハーランドとデブライネ映って歓声起こるってミーハーすぎて、浦和はサポーター乗り込んでるけど、シティ側は現地サポしかおらんみたいな温度差感じたな。プレミアリーグってやっぱりレベルが高いんだなと実感する。下位チームでもハーランドもデブライネもいないマンシーにあれだけ何もできない試合とかあまりないもの。やられてる側としては腹立つな。これだけ力の差を見せつけられても最後まで声出してた浦和サポすごいわ。なんかミームになりそうな一枚で草。